11月6日に開催される千葉アクアラインマラソン2022、参加予定の皆さんはフルマラソンを走り切るため、また自己記録更新のためと練習に力が入っていることでしょう。木更津市ではそんなランナーの代表として市民より PR ランナー2名を選出し、2人を応援するチーム木更津を結成しました。初めてフルマラソンに挑戦する2人が厳しいプロのトレーナーのもと悪戦苦闘の日々をお届けするドキュメンタリー動画、ロードトゥアクアラインマラソン2022。さあ、あなたも未来へ走り出そう。走れランニングマン。3月1日 PR ランナーが決定する抽選会、応募された4人の中から選ばれたのは、それでは渡辺市長、抽選箱よりお一人お選びください。三枝さんとお願いします。三枝さん、おめでとうございます。PR ランナーに選ばれたお二人、おめでとうございます。そして3月4日、 PR ランナー任命式では、市長より任命状が渡されました。アクアラインの風にあなたはなる。2022年3月4日木更津市長、渡辺義香。PR ランナーに選ばれたラッキーなお二人、今の心境は？チーム木更津の皆さんから、サポートとか、応援とかをたくさんいただけるということなので、特に不安はありません。練習が楽しみです。普段車で走るアクアラインの上を今回走れるということで、とてもワクワクして楽しい気持ちです。全力でぶつかって走り切れるように頑張ります。チーム木更津では千葉アクアラインマラソン本番の11月6日に向かって、 PR ランナーの三枝さん、和田さんを強力にバックアップしていきますよ。それでは応援メッセージをどうぞ。お二人とも大変やる気が満ちておりますので、私も一緒にチャレンジをさせていただいて、無事一緒にゴールができるように努力をしていきたいというふうに思っておりますので、ぜひ頑張ってください。これから当日までのトレーニングの中でいろんな困難とか課題が出てくると思いますけども、市全体でサポートしていきますので、ぜひ頑張ってもらいたいと思います。アクアラインを走り抜けて笑顔でゴールしてください。応援しています。初めてのフルマラソンということで、緊張されていると思いますけれども、まだ8ヶ月くらいありますので、ぜひ、達成できるように頑張ってください。応援してます。ロードトゥーアクアラインマラソン2018に引き続き、歌、そして今回はナレーションと皆さんのチャレンジを応援させていただきます。とにかく楽しく、そして怪我なく、PR ランナーの2人は家族のためにも頑張ってください。全力で応援させていただきます。走れランニングマン。続いてこの日は、大会まで食事面でサポートをする栄養士から日頃の食事改善についての説明がありました。2人とも神妙な面き、大丈夫ですか？今回のアクアラインマラソンの参加をきっかけに、日頃の食生活を振り返っていただきまして、健康的な体づくり、そしてアクアラインマラソン完走を目指して、食事改善のメニューを提案できればと思っています。まず食事の振り返りをしていくところから始めて、その中で改善に必要な部分を一緒に考えていき、具体的な食事のメニューをご提案していくという形になります。それで、アクアライン当日まで何度かお会いさせていただき、一緒に食事改善考えていただけたらと思います。私たちが応援します。健康面も改善できるように、食事面も気をつけながら頑張りたいと思います。やっぱり専門的だなと思いましたね。プロの方だなと思いました。勉強になります。フルマラソンへの挑戦は今始まったばかり。これから2人の前には厳しい試練が待ち受けています。
困難に立ち向かい、練習に励んで、ゴールへと突き進め。走れランニングマン。